原発処理水放出に韓国政府は反対しないと変わるも大衆世論は沸騰。日本政府が東京電力福島第一原発の処理水を海洋放出する方針を決めたことをめぐり、韓国政府のクユンチョル国務調整室長は13日、関係省庁の緊急会議で、周辺国の理解と同意のない決定だと批判、断固として反対と述べた。韓国メディアも海洋放出の方針決定を一斉に速報。リベラル系ハンギョレ氏は国際社会だけでなく日本国内の反対世論の中で強行したと伝えた。すぐに韓国世論に火がついた。韓国女性団体の韓国 YWCA 連合会は19日、ソウルの日本大使館前で記者会見を開き、日本政府に対し福島原子力発電所の処理済み汚染水を海洋放出する方針を直ちに撤回するよう求めた。団体は汚染水放出は人類の脅威と日本に撤回要求を叫んだ。韓国の大学生34人が20日、ソウルの日本大使館前で頭を丸刈りにする抗議パフォーマンスを演じた。抗議パフォーマンスをしたのは、北朝鮮に友好的な進歩、革新、経団体韓国大学生進歩連合のメンバーら。大使館周辺では法律に基づく行政命令で10人以上の集会が禁止されているが、学生らは大使館前に座り込み、日本政府が韓国国民の生活を踏みにじろうとしているなどと抗議を続けた。これらの行為は在外公館の安全維持を定めたウィーン条約に違反する。当然日本政府は韓国に報告を求めている。環境外交で中韓を訪問した米国ジョン・ケリー特使はこの件について訪問先の韓国で、IAEA の基準に適合、問題ないと宣言した。チョンウィヨン外相は19日、日本政府が福島第一原発の処理水を海洋放出する方針を決めたことと関連し、国際原子力機関 IAEA による調査に韓国専門家も参加できるよう日本側に要求する考えを示し、IAEA の基準に適合した手順に従っていると判断されるならば、あえて反対しないと語った。少しは冷静になったか。でも過病、半島やけどで大げさに泣きわめく娯楽が好きな国民性だ。一旦興奮した韓国大衆は収まらない。そこへ日本の反日左派活動家やマスコミが加わるのだ。風評被害はこうして膨れ上がる。中韓からの日本誹謗には冷ややかに虫が一番。お聞きいただき感謝申し上げます。